皆さんおはようございます。私はこの磯田康ですよね。はい、71になりました。66の時にね、外国語大学へ行きまして、69歳で研究合格、それからこの動画を作っているんですよね。まあ、私の趣味でやってます。はい。で、皆さんとね、一緒に英語力アップということで、まあ、いろんな企画やってます。すべてね、無料でどなたでも参加できますので、どうぞということで、まあ、この機会に動画登録とメルマガ登録やっておいてください。今日はね、ちょっと天気が良かったんで、庭で撮影してみようと思って、庭へ出てきました。ね、ちょっと風があるんですけどね。まあ、今日の話かというと、ここのとこね、まあ、何人かの方の、コーチング面倒を見ておりんですけれども、そのうち2人、男性の方がたまたま2人連続で会ったんですよね。で、その2人の方の話聞いててね、やっぱり相当感心するんですよね、私なんか話聞いててね。いや、すっごいなと思って、1人の方はね、40代の男性の方で、まあ、もちろん家族もお持ちの方なんですけども、それまでのね、そこそこ大きな会社をお辞めになって、転職して海外で働きたいということで、まあ、英語どうしても必要ということで、ここへ相談に来られて、ほんなら協力しますよということでやってるんですけどね、やっぱり生活かかってて、それまでのね、職業を全部捨てて、全く違うところへ行って、英語で新しい人生を切り開きたいというぐらいの人ですから、やっぱりね、その意気込みとかね、情熱とか全然すごいですよね。で、この間もびっくりしましたね、もうなんか来週か再来週ぐらいから、語学留学に行きたいということで、フィリピンに行かれるそうです。語学留学って結構、まあ、カナダとかアメリカとかオーストラリアありますけども、どうしても物価が高いですからね、その点フィリピンですと比較的安く行けるということで、まあ、結構フィリピンへ語学留学される方も多いですよね。で、また、フィリピン行かれましてもね、ネットでつながってますのでね、当然またネット上でお会いして話とかいろいろ聞くことできますのでね、まあ、フィリピンの、語学留学の状況なんか分かりましたら、またそれはそれで動画でお伝えしたいなとは思っております。そういう人がおられたということで、で、昨日お会いした方は、お相手はZoomでですけどね、30代の独身の男性、会社員の男性の方なんですよね。東京にお住まいです。その方もね、私も感心するんだよね。もうなんとね、今月中にTOEICの試験を受けて、で、6月にあります英検の試験がありますよね。あれでね、英検準1級と1級を1日で受けたいって言われるんですよね。いや、もちろんその1日で受けることは可能なんですよね。準1級って大体午前中ですし、1級っては午後からですからね、両方受けようと思ったら当然1日で受けることはできるんですけども、なかなかね、それをやるっていう人っていうのは、私は初めて見ました。ここでね、3年近くいろいろな方の、相談に乗ったりしてますけれども、同日で、準1級と1級受けられるっていうのは初めてですね。まあどうなんでしょうね、結果。準1級の方はなんとかというかいけると思うんですけど、1級の方はちょっとまだ届かないかもしれませんよね。でもね、そういう方ってもう必ず絶対合格するんですが、その時は落ちたとしてもね、1回か2回落ちたとしても、そこまでやる方だったらね、これはもう最後絶対いきますよね。そういうのはすごくこう私なんかも感じるんですよね。で、私なんかこれ自分で趣味でやってますからね、別にどなたから、お金もらってるとかそういうこと一切なしでやっておりますので、そういうふうにしてね、ものすごいこう勢いでもってやってこられる方にお会いすると、すごくこちらもね、嬉しくなるんですよね。やっててやりがい感じて、あ、それやったらこうやってというふうについつい熱が入ってしまうんですよね。で、まあ、英語だけやらしに、それ以外のいろんなね、それ以外の話題にもバーッと飛んだり、そういうふうにして、あっという間に1時間ぐらい過ぎ去ってしまうという、そういう内容のね、相談でしたですよね。で、やっぱりね、そういう英語でね、人生変えたいという、その方もね、今は会社員なんですけれども、自分なりにやりたい、独立したい、いくつかのこうネタがあって、それにどうしても英語を使って、その独立を果たしたいということでやってこられてますのでね、そういうふうにされる方っていうのを話聞いてて、すごくこっちもね、気分が良くなってくるんですよね。やっぱりね、違いますよね、そういう方と接してると、こっちもほんまに、
インスパイアされ、いや俺なんかええ加減やってるよなしみたいにと思って、ついこっちの生、逆にこっちが生ぬるいよななんていう感じにもなってしまいますね。それぐらいの人でしたよね、うん。まあぜひこれを見習ってる方もね、そういう方を見習って、本当にこう自分の人生を変えるために英語でやってるんだという、そこまでいったらね本当に違うし、でねやっぱ違う感覚が見えてくるんですよね。単にこうやらされてる的な英語から違って、自分で発見していく英語、あこういう風になってるのかという風に突っ込んで見ていける英語っていうになっていったら、これは素晴らしいものになっていきますよね、うん。まあそういうので、そういう方がね多く現れてくることを期待しておりますし、大いにこちらね協力しますから、というのもね、まあ私なんかも現役退いたって、あとは遊んで暮らせる身分なんだから、そういう方見たらね、よっしゃーいう感じで、よっしゃーやろうやないのという感じになりますのでね、ぜひまあこれを見習ってる方も後に続いてどんどん人生変えていってください。でないとね、これ日本って本当にね、これ今すぐではないけど、やっぱり将来的に相当こう落ち込んでいくと思うんですよね。で実際もう人口どんどん減っていってますし、まあ都心部におられる方はね、それほどのまあ危機感とかそういうのはないですよ。現に東京なんかどんどん人口増えてるわけですからね、東京におられたらね何の話ってことになるんですけども、これ地方におられる方にしてみたらね、本当に切実な問題なんですよね、この人口減少というのはね。だからなんとか突破するためにやっぱり世界とつながって世界に売っていけるようなものを、それは自分自身のをそういうレベルに持っていく、タレントを持っていくとか、あるいはそういう商品を開発していくとか、世界とつながっていくとかいう、それのための英語っていうのはもう絶対必要なんですからね、まあ、そういうところで取り込んでいただいたらね、それはもう落ち込むのは下手なもんありませんよね。いやとにかく突き進むだけですわ、まあ、そういうふうにぜひ皆さんなってください。